と、歌い手グループに所属していた歌い手がですね、暴露祭り今されてて、ツイッター上で。それで今大炎上してて、今回その歌い手について取り扱っていこうかなと思うんですけども、こちらのですね、セブプラという歌い手グループに所属していた、今ですね、タピオカアイコンになっているユナセくんって方がいるんですけども、この方がですね、以前、女性とのリスナーさんとのつながりが大量に出てきてしまい、セブプラという歌い手グループを脱退したんですよね。いろいろ反省して活動するみたいな発言をしていたんですけども、その後にですね、今まで繋がっていた女性からのですね、暴露祭りっていうのがツイッター上でされて、こういう風にタピオカアイコンになって、活動終了だ。もうユナセという活動を終了するところまで追い込まれてしまったらしい。なんで、もうユナセくん自体がいなくなるっていう。救出に失礼いたします。突然報告なり申し訳ありません。本日をもってユナセとしての活動をやめさせていただきます。みたいな。突然の話なり申し訳ございません。私ユナセは本日をもって活動を終了させていただきます。休止期間にしっかりと反省をし、ちゃんとした姿に戻ろうとお話をしましたが、私は反省をせずに、結局同じようなことを繰り返してしまいました。最後の最後まで多くの方を傷つけ、たくさんの迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありません。謝っても許されると思っていません。せめてもの責任の取り方をして活動をやめさせていただくという判断をさせていただきました。逃げていると思われても仕方がありません。ですが自分はもうここにはいてはいけない人間だと自分自身で判断しました。その通り。最後に何度も繰り返しますが、自分のことを信じてくれていた方、元メンバーの方を最後まで裏切り、傷つけてご迷惑をかけて本当に申し訳ありませんでしたということで。なんでこのユナセくんがね、つながりとかやらかしたとかは、僕の下の概要欄にね、動画、載っけとくんで、それ見てもらえれば、今皆さんが見てるこの動画がもっとね、わかりやすく見れると思うんですけども、暴露してる女性たちの癖も強いんですよ。リスナーさんがですね、一人一人まとめてくれました。そんなんしてないで。勉強しろ。オルドアイ。ディエゴ・フォルラ。まず一人目、ユナセ君を暴露した女性、名前2だ、サラシアカ ID、年齢17歳、高校2年生、合ってる合ってない、合っていない、されたこと、児童ポルノ、金銭の要求、好きだよ等の連絡、繋がっていた SNS、別垢の Twitter DM、主張、さらさないと言っていたが、アニアンさんのホテルの話を見て、このままだと全員騙されると思い、さらしを決め、炎上後、一番最初に本格的なさらしを行った。別垢での DM を提案したのはユナセ側からで、金銭の要求があった後に自分から関係を切った。名前、アニャ、サナシアカ ID、年齢、成人済み、合ってる合っていない、1月8日から1月10日、泊まり、されたこと、東京デート、性的な行為あり、どこまで行っているかはわからない、繋がっていた SNS、LINE、主張、1回目の炎上の時が切れておらず、1月8日10日に泊まりで東京デート、ユナセの服を着てホテルの洗面台で自撮りした画像をアイコンにした。ユナセの元所属グループのメンバー、公認の関係に最後まで本命だと言われ続けた。まあ、ということで、何もないと言っていたユナセくん、なんと1月8日、1月10日、つい最近ですね、泊まっていました。で、やっていました。元気ね。名前、お持ち、サラシアカ ID、年齢、成人済み、合ってる合ってない、1月8日から6日泊まり、されたこと、金銭の要求とデート、繋がってた SNS、LINE、主張、リア友の前で何度か通話を、繋ぎ、軽く会話したり、もうすぐ付き合う等々の紹介をされた。金銭の要求があり、それに応える。振り込んだが、その金の使い道も怪しい。性的な行為や要求は一切ない。二人でディズニーに行った。ただ11日の早朝に稲瀬から突然、好きな人がいるなら離れてくださいと切られる。1月4日から6日泊まりってことだから、これ終わった2日後に、さっき言ったアニャンさんと泊まってた感じだね。暇か。名前、ニャちゃん、サルシャカ ID、年齢17歳、合ってる合ってない、合っている、謝罪のため。されたこと、自動ポルノ。アトマティックポルノ。虚言、付き合っていた。繋がっていた SNS、LINE。主張、先月年上で晒した本人。飲み会中に電話かけてきて、彼女として紹介された。8日に謝罪のためユナセと一度会っているが、その前後にユナセが他に繋がれて会っていたことは知らなかった。謝罪の際に遅刻している。僕の前回の動画で、僕の動画に出てくださった方がですね、まあ謝罪のために一回会ったと。まあ会って謝罪した前日、まあ実はね、他の女性と会っていて、まあ晒すことを決めたということで。で、謝罪をするのに遅刻したということで、まあ晒されるって感じですね。名前、アーリン、晒し赤 ID。年齢、成人済み、合っている、合っていない、合っていない、されたこと、虚言、元メンバーの個人情報を暴露、繋がっていた SNS、LINE、主張、直接受けた説明は嘘だらけであり、何度も指摘した、が、改善が見られなかった。信用して教えてもらっていた内容を開示することに抵抗あったが、あまりに女の子側が可哀想になったため晒した。ユナセのサバーカーにログインして管理してくれないかと頼まれたこともあるということで、なんと繋がっていた女性にメンバーの個人情報を晒すというね、とんでもないクソ害悪をやらかしています、ユナセさん。敵はこんな近いとこいたか、これ。名前、匿名、晒しアカ ID、年齢、成人済み、合ってる合っていない、合っていない、されたこと、グツミアースを虚言、繋がっていた SNS、 別アカツイッターの DM、主張、性的にやり取りはなかった、アニアンさんとはキルトの連絡をもらっていた、
待っていた人の謝罪を行う必要があるってユナセに言わなかったら明日の謝罪配信もないまま引退してた可能性がある。知らない済みウェアハウス層グッズがあるということで、まあ、グッズも送ってないのに勝手に活動を引退しようとしているユナセさんです。なんか最後の最後配信撮りたいみたいなこと言ってましたね。それから申し訳ありません、明日の9時に最後の配信を撮らせてください。今回のことで繋がっていたそうでなかった方、元メンバーの方を裏切りたくさん傷つきました。そのことを直接自分の言葉で謝罪させていただきたいです。よろしくお願いしますということで。でもこれ謝罪してもどうせ辞めるんでしょ。謝罪をして活動続けるならわかりますけど、辞めるんでしょ。それだったら本人たちに直接謝った方が良くない？メンバーだったらもっと個人で送られてきた局部の写真も長く加工してたのでって。おい、どういうこと？ねえ、どういうこと？チンコ。